水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さんこんにちは、水墨絵師の松木墨禅です。ご視聴ありがとうございます。観音水墨スタートです。レベチな水墨画表現を目指して、五感すべてに訴えかけるような、そういった色っぽい絵を描きましょうということで、今日も進めさせていただきます。今日のお題目は富士山と樹海、三木法を使って描いていきたいと思います。はい、この動画を最後までご視聴いただきますと、墨禅流の山の簡単な描き方、アレンジ方法などをお伝えできるかと思いますので、今後の創作のヒントにもなるかと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、では紙は、マシ、そして筆は恐竜、そして、墨は化成の水墨墨液タイプ使っていきます。いつものね道具です。この道具の詳細やおすすめの理由とかね、あと、これから出てきます技法などの詳細につきましては、過去動画に初心者様向けの動画アップしておりますので、詳しく知りたい方はそちらご覧になってください。この動画では省略させていただきます。はい、じゃあやっていきましょうね。それですね、鈴に入れていきます。低い感じのね、したいと思います。まず墨汁させていきましょう。はい。
完成です。富士山と樹海の表現やってみました。よかったらご参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の観音水墨でお会いしましょう。